ちみく。ねえ、この後新しくできたクレープ屋さんに行かない？あ、クラスでも話題でしたよ。おお、じゃあ行っちゃう？ねえ、なんか大事なこと忘れてない？忘れるってことは大したことじゃないんだよ。気にしない気にしない。何それ？あの、レイの幻のフェスへの申し込みでは。あ、やばいやばい、完全に忘れてた。どうしようどうしよう、どうする。なんか前にもこんなことがあったような。てか締め切りいつ？あ、今日までとありますね。でも送られてきた手紙には申し込みの方法が書かれていないのですが。どうすんのよ。じゃああれ、ねえ、その招待状ハピアラにも届いていたんですね。ってことはピキピキとフォトンにも？ええ、マーメイドやロンド、リリリリにも来たそうですよ。申し込みってもうした？どうやって？手紙に透かしでアクセスコードが入ってて、そこから申し込めたよ。レイ、透かしてみて。はい。何もないようですが。あ、もしやハズレ。私たちはたまたま偶然で、手紙をストーブにかざしたら炙り出しでアクセスコードが。ヒラ、リンク、ヒリラジャー。何も出てこない。うわ、ちょっとどうなってんの？他の皆さんにも聞いてみましょう。うちは手紙にパズルがついてて、それを解いたらアクセスコードになったのよ。そんなんどこにもついてないけど。リカが手紙に水をこぼしちゃって、そしたらアクセスコードが浮かび上がってきたの。ねえ、何も出てこないよ。え、アクセスコード？それはその、ハルナちゃん、そんなこと、とても私の口からは。何があったのかしら。どうしてうちだけ解明できないの？このままでは私たちだけ不参加に。あれ、この手紙なんだか。あった！おお、幻の UFO フェス間に合いましたね。よっしゃ、エントリーするよ。え、なにこれ？この画面にいる宇宙人をすべてクリックしてください。あー、これ以上余計な手間かけさせんじゃないわ。